はい、皆さんこんにちは、ワナレルフィジです。では今回は信長の野望を革新バブキット、仮想シナリオ第5の音続きをプレイしていきたいと思います。担当しているプレイヤーは豊臣家ですね。まあ家康をね、なんとか打倒しようという戦いになります。まず四国の方なんですけども、お工場の攻略戦が進んでいます。加藤義明中心にここを制圧しているという状況ですね。大和郡山城も今敵の攻撃を受けているという状況です。ただここはね、ご覧のように鉄砲櫓でぐるりと四方を囲んだ、まあ、要塞になっていますので、この要塞をね、しっかり守っていければいいかなというふうに思っています。そして一番危ないのがこの弓木城。今敵兵10万に攻められている状態で、ここを守り抜くのは少し難しそうですが、2万の兵が入っているので、ここでしばらく籠城してもらって、その間に周辺のね、防衛体制を固めていきたいというふうに思っています。では早速時間を進めていきましょう。工場の制圧完了しています。このまま四国はね、義明に任せて一気に制圧を進めてもらえればいいかなと思ってます。ご覧のように四国の方は完全に豊臣有利という状況に変わってきています。弓木城ですね、冒頭話していた敵の大軍に襲われていた城が奪われています。まあ、弓木城はしょうがないかなというところですけどね。この弓木城を、まあ、奪還するのか。弓木城が取られたことによってこの鳥取城が危なくなってるんですよね。で、鳥取城は銀山がすごく豊富にあるところで、まあ、我々、豊臣君の、まあ、ドル箱的な場所なので、鳥取城は取られたくないんですよね。なので、まあ、ここはね、鳥取城を敵が襲ってくるのか、八神城を襲ってくるのか、まあ、状況を見ながら防衛の戦略を立てたいと思います。ではですね、まあ、正幸、幸村親子もそうなんですけども、役職を与えて、引き入れる軍の数を少し増やしておきます。この後、弓木城の奪還戦に、幸村と正幸には出てもらいます。あとは、立花、清正なんかにもね、ちょっと与えておきましょう。あとは、正則、福島正則ですね。恐れていたことが起きました。弓木城から鳥取城に、徳川の攻撃隊が出ましたね。これ急いで弓木城の攻略に向かいましょう。まあ、これでですね、弓木城を守ろうとして徳川が鳥取城の攻略をやめればよし、そのまま攻略を続けるのであれば弓木城を取ってしまおうという作戦ですね。出陣していきます。ここは正幸の圧倒的なその戦上手ぶりにかけるしかないなっていうところですね。さあ、弓木城の方からこれまた7、8万クラスが鳥取城の方に向かってってますね。これを好機と捉え、正幸対幸村隊が出陣して弓木城の攻略に向かっています。さらに明石武則を八神城に入れて、ここからですね、鉄砲隊を送り出していきます。これで合計4万5000の軍勢が弓木城で今攻略に向かっているという、そういう状況です。大和郡山城にまた敵の軍か。いや、本当に毎度毎度大和郡山城は常に最前線っていうね、そういう感じですね。では大和郡山城の防衛戦の方に一応ですね、今回はライレン出しておきます。またね、10万規模の軍勢が大和郡山城に向かってきてるので、これをしっかり防衛できるようにライレン合計合わせて2万の軍勢を出しておきます。鳥取城の防衛もちょっと危なくなってきてますが、弓木城の攻略がうまく進んでますね。この大和郡山城、弓木城、鳥取城の防衛が、あるいは攻略がどうなるかっていうのがね、一番大きく今後変わってきそうなところですね。防守地は敵の部隊数が多ければ多いほど一気に削れる数が増えるので、ウェルカムな状況ではあるんですが、それにしてもちょっとね、数が減ってきているので注意は必要ですね。で、鳥取城が敵に奪われた。この鳥取城が奪われたことによってドル箱じゃなくなるからな。
鳥取城が敵に接収されましたね。ここの状況を良しとせず、なんとかね、この弓木城を奪還して鳥取城も奪還できればいいかなというところですかね。なかなかやるな。弓木城制圧完了。よし、これは大きいな。で、敦賀にみんな戻っていくよね。敦賀に戻っていったら、鳥取城の防衛戦力が4万か、敵は。これ、取りたいですよね。そしたら、正行隊をですね、この後、鳥取城の攻略戦に当たらせていきたいと思います。雪村も出陣させましょう。まあ、ちょっとね、数があまり用意できないんで、8000。それに正行1万6000で鳥取城の攻略に当たります。ちょっと心配なのがね、敦賀に3万の兵が入っているというのがあって、まあ、数的にちょっと厳しくなってるのかなというところと、あと前田家がですね、徳川の攻略を受けていて、もう風前の灯火というところですね。まあ、この前田がね、捨て身で頑張ってこらえてくれてるこの間に、なんとか弓木城と鳥取城をね、我々のものとして確実に確保しておきたいというふうに思います。さあ、鳥取城の攻略戦に入っています。まあ、雪村正幸でどこまで戦えるかというところですね。まあ、期待はしていますが、敵の数がちょっと多いので心配です。で、また大和郡山城か。大和郡山城すごいことになってるよな。まあ、この数だったら十分にこらえられるかなと思いますけどね。鳥取城の制圧に完了してます。これで大和郡山城の防衛もできたので、安定支配のための準備が整ったというところになると思います。まあ、二条御所も要塞化は進んでいて、もうどこから攻められても防衛できそうな状態になっています。まあ、大阪城もね、南は割と手薄なんですが、そもそもこの巨角、耐久4万というね、圧倒的な力持ってますので、これでね、しっかり防衛をしていきましょう。そしたらですね、今、まあ、戦力に余裕が決してあるわけではないんですけども、前田家の支援のためにですね、敦賀を攻めて、助けてあげましょう。今金沢城が徳川軍に囲まれていてかなり厳しい状況なので、これ今敦賀を攻めることによってね、ちょっとでも助けになればいいなというところですね。御所からも出陣します。御所からは正幸を兵9戦で坂本城を攻略しにかかりましょう。これでね、敵をちょっと揺さぶっていきます。取られたくないよってなってくれればいいんですけどね。金沢城は落城しそうかな。長浜城から防衛戦力むちゃくちゃ出てくんだ。これはちょっと予想外の数ですね。前田家が徳川に滅ぼされてしまいましたね。まあ、恐れていたことがここで起きてしまったとああいう状況ですね。丹後の水軍衆が味方してくれて、なんとか防衛戦展開できそうですね。まあ、ちょっと雪村も明石武則も敦賀の攻略戦に失敗したので、これ弓木城の、ね、防衛戦に変わっていくと思うんですけど、ここ防衛できないとしんどいですね。この坂本城が実はすごく注目すべき場所になっていまして、守っている兵が信行なんですね。真田親子対決っていうね、なんとも言えない対決になってますね。まあ、ただちょっと正幸軍がだいぶ減っているので、なんとかね、ちょっとここに援軍を出してあげたいなというところなんですけど、間に合うかどうか微妙ですね。数が少なすぎて。大阪城に雪村隊が戻ってきたら、雪村隊を急いで出しましょう。群馬の数が足りていないようですが、ここはあえて
軍馬で3000少ないですが駆けつけましょう。ここはもう駆けつけ優先ですね。で山田長政隊8000がさらに援軍で来ると。いやさすがだな、大和郡山城は5万の兵に膨れ上がってますね。この軍の数ここに置いておいてもさすがにもったいないので、で輸送しましょう。これを御所に派遣します。ようやく坂本城の攻略ができそうかなっていうね、目処が立つと徳川の御詰め部隊がやってくるっていうね、もう本当に無限に、徳川軍は兵力があるっていうね、恐ろしい戦力ですよね。なんとかね、片付けたいんですけど、これもやっぱり前田がね滅びてしまったのも一因として大きそうですね。前田が健在であれば、 あるいは兵力をねここまで避けなかったんじゃないかなというふうに思うんですけど、本当に強い徳川軍、まあ、ここはなんとかねここまで来たら坂本城取りたいですよね。ようやく取れましたね坂本城。おそらく徳川軍どうだろう、5、6万もっとかな、兵力費やしたと思うんですけど、まあなんとか坂本城は取れました。坂本城を維持するのは難しいと思うんですけど、この坂本城を取ったことによって、まあ、徳川軍のね兵力もだいぶ減らすことができたんじゃないかなというふうには思っています。あと心配なのが正竹であり上杉でありというところですね。もうここが結構しんどそうなんですよね、まあ、なんとか持ちこたえてほしいなとは思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。